楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中泰介です。田中泰介のマネーは語る。アメリカ株式相場は9月から10月前半まで、このまま土俵を割れて転がり落ちるんではないかというような恐怖に包まれておりました。それが一転して足元では上昇相場に沸いているという状況にあります。このまま順当にいきますと、また数ヶ月の一山ができるかもしれないというところまで来ています。この一山来るとすれば、一体それはどういう位置づけになるのか、我々は一体どういうふうにしたらいいのか、今回はそのお話をしたいと思います。今回のテーマは、米株式特大相場第4波でどうするです。この相場第4波と位置づけてますけれども、かねて私はコロナ禍以降の相場を3つの波で捉えてきました。そしてそれが第4波になった場合というのが今回のポイントです。なお、この動画は楽天証券の投資情報メディア、投資るにて展開をしております。気に入ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お話しすること、これは純不動ですけれども、まず今回の相場がエクステンション、延長線なのか、それともさらに強固なトレンドなのかという点がまず1点。そしてコロナ禍相場というのは通常とはここが違うんだということを再確認いたします。その上で投資、戦術、戦略、どう臨むのか、私なりの考え方をお話をいたします。まず、ここに至る相場の展開について簡単に確認をしておきたいと思います。このグラフは SP500 ですけれども、見ての通り、何ヶ月にもわたって延々上昇軌道をたどってきました。その間、この紫色の移動平均、これ50日移動平均なんですけれども、通常であれば1ヶ月とかそういう期間の移動平均見るところが、最近はこの50日というのがスタンダードになっているという感じですね。相場がそれだけ大きくなったので、期間の長いものが適合性が高いということですけれども、このピンク、紫の線をサポートにして滑るように相場が上がっていくという展開になっています。ですから、ここを割れるかどうかということを相場の調整の深さと捉える認識がマーケットで定着していました。振り返りますと、2020年の4月から8月のグロース主導大相場が、この9月、10月あたりに深い調整になったんですけれども、ちょっとグラフの端のところで、少しこの50日移動平均線割れて、下の緑の100日移動平均線も割れている、深い調整になっているんですね。で、その後、50日移動平均線の上を滑って、サポートされて、また行ってと。そして、今年の2月、3月のところで、またここを割り込みましたけれども、その後は、またこの50日移動平均線の上を滑るように波動を形成してきたという展開なんですね。これが9月になってだれてきて、一時100日移動平均線まで落ちた。戻りかかったんだけれども、また振り落とされた。で、100日移動平均線を割るところまで行って、なんとか持ちこたえたところで、今回、一気に上抜けたと。こういう展開になっています。で、この間の相場の状況というのは、この8月末に年内テーパリングがほぼ確定したということで、一瞬安堵が出て上がりかかりました。私はこれで、大きな下落リスクはかなりの程度回避されるんではないかと。いうことを申し上げたんですけれども、その後、弱い経済指標が相次いで押されてくる。そして、S q ですね、先物オプションの生産日頃に毎月相場が下落するということを繰り返してきましたけれども、やはりそこでは落ちた。だけれども、その後、持ち直しかかってくるんですけれども、そこに今度は恒大問題、これがのしかかってきて、そしてさらに FOMC の後、相場一旦持ち直したんですけれども、次は金利上昇が相場を押し返す。そして、その後、天然ガス、石炭、石油というエネルギー系資源が高騰して、それが懸念される。こんなことで、相場とすると何度か持ち直そうというリズムを見せながら、その度ごとにこれらの問題に頭をコツンコツンと叩かれているうちに、100日移動平均線を割れるという展開になりました。で、ここ本当に100日移動平均線を土俵と例えると指先一つ残しているという状況です。これ割り込みますとかなりの損切りですね。利益確定あるいは損切りの売りが出て、でそれによって深みにはまるというリスクもこの場面ではなかったわけではないんです。で、私自身もこの落ち方からすると全治2ヶ月ぐらいの調整じゃないかというふうに申し上げてきた次第です。9月の頭から取れば1ヶ月半ほどで、ここで戻ったところまで2ヶ月という捉え方もできますけれども、少なくとも10月中はもたもたして11月にかけて上がってくるという流れであれば、10月中ゆったりと買い場があるんではないか、こんなふうに思ってたんですけれども、この反発ぶりを見てこれは上っ離れる可能性もあるということで急いで飛び乗ったというような展開になっています。相場の中では波動の捉え方としてエリオット波動という考え方、チャートがあります。これはどういうことかというと、この図赤い線のような大きな相場のトレンド、その揺り返しという波動の中で一つの流れの中で3つ上がって2波下がるっていう、この緑の線1、2、3と3つ上がって、それがピークアウトすると1下がって2下がって、でまたこの次この3上がって2っていうのはこう繰り返すわけです。トレンド方向に3波、そして調整方向に2波、これを階層構造で長期も中期も短期もあるいは日ばかりのような長短期も重ねていくんだと、こういう捉え方をするんですね。これは1980年代の後半頃にロバート・フレクターという人が古いこのエリオット波動というチャートを引っ張り出して、そして、パフォーマンスのコンテストで非常に高い成績を上げ続けているということでがぜん注目を浴びました。それで今でもこの考え方というのはマーケットの中では根強く残っています。ちなみに今でもマーケットの人たちがよく使っているフィボナッチ数列ですね。そこからの黄金率で相場が下がるときにはまず 38.2% 下落、50%、61.8% って、こういうふうな比率で相場の下げのめどということを語りますけれども、これもこのエリオット波動から来たものです。エリオット波動から来たというよりも、こういうシンプルな理論を当時言う人たちは何かにつけてやや神秘性を持たせるという傾向があって、フィボナッチ数列のような、自然界の法則が相場にも通用するんだというようなことで、それを黄金律と語ったり、あるいは太陽系の惑星の配列の問題だというふうに語ったりみたいなことが多々ありました。そういうふうなことで、ある種の神秘性を持って語られていたエリオット波動ですけれども、彼自身のパフォーマンスが非常に高いということで、注目されて、今でもある程度通用している。で、私は決してこれを信奉しているわけではないんですけれども、ただ相場というものは一方向では進まないっていうことの基本的な理解を忘れないようにするという点では悪くないというふうに考えています。相場そのものはそもそもが波動メカニズムであるという私自身も分析をしているので、それを捉えるときに一つの大きなトレンドが生じてもそれが必ず揺り返しがあるというところを探るときに、こういった波動で一本調子ではないということが私の考え方のベースでも役に立つということではあるんですね。で、今回なんですけれども、実はここの緑の線、これ3波来て、で、実は今から線を入れますけれども、こういう4波ですね、これはエリオット波動ではエクステンション、延長ということで言うんですけれども、第4波、第5波の延長、こんな言い方をするときもあります。エクステンションがあるというのは、極めて強い相場トレンドだからだっていう捉え方もできるんですが、一方で3波を経て4波ってくると、それなりに相場としては煮詰まってきている。その後の反落リスクにやっぱり至る可能性がより強くなるっていう、こういう捉え方にもなるんですね。ですから現時点においては、第4波、エクステンションを期待しつつも、エクステンションそのものが持つリスクということも両利並びにしなければいけないという、こういう位置づけで考えているわけです。この相場の波動について日本のバブル期の1980年代後半の日経平均でちょっと捉えておきたいと思います。この線、1985年から90年までの日経の動きが赤い線で描いてあります。それから日米の政策金利をブルー系の線で描いています。で、この時に金融相場、業績相場の考え方は基本的にアメリカの金融政策、この水色の線の方で見ていただくといいと思うんですけれども、アメリカが金融緩和を進めていく。日本も遅れて金融緩和を進めていく。で、この超金融緩和、日本側の超金融緩和を受けて株がもうどんどん金融相場で上がっていった。そしてアメリカで金利が上がりかかったところで、この相場がもたついてきて、アメリカでブラックマンデーが起こるんですね。で、このブラックマンデーを日本の株が支えて世界を救ったんだみたいな認識と当時の不動産ブームが相まって、これからはもう日本の時代だっていう、そういう強烈な意識が植え付けられて、で、アメリカが金利を上げていく。やがて日本も金利を上げていく。だけど株式相場はどんどん上がっていって、業績相場の要素を強めていったと。こういう流れになってるんですが、最後はご案内の通り、1990年、相場は急落して、バブルは終わると。こういう流れになっています。この中で、エリオット波動の捉え方を考えますと、これ、当時そのエリオット波動が認知され始めたということもあって、いろいろみんな、ここが第1波、第2波、第3波みたいなことをやっていました。例えばこういうふうに上がってきた相場、大きくは1波、2波、3波上がって、1波、2波落ちた。ここで1波上がって、2波上がって、3波。で、最後エクステンションじゃないかとか。あるいはそこの手前の部分、1波、2波、3波、1波、2波落ちて、1波、2波、3波上がって落ちたんだとか。先ほどのエリオット波動っていうのは、いろんな捉え方ができるんですね。ですから単純にこれがもう答えですというような3波があって4波というわけでもないんです。でも相場を捉えていくときにそういう、ここまで上がってきたら煮詰まってきてるんじゃないか、相場は過熱してきてるんじゃないか、こういうことのちょっと注意喚起にはなるということでご理解いただければと思います。この事例は金融相場と業績相場というものの対比、日米の対比、あるいはこのエリオット波動のような相場のリズム、こういったものを見る上では非常にユニークな事例だと思います。そして今般の相場展開なんですけれども、まず通常の景気サイクルにおける株価のイメージっていうのを捉えますと、これが水色の線がアメリカの景気サイクルで、軟化、下降、回復、加速、成熟。景気の下降局面に金融相場、金融緩和が始まると株の金融相場が始まって、このグレーの線のように上がっていく。金融引き締めの時には下がっていって、その後金融は引き締められていく。金利は上がっていくんですけれども、景気中立レベル以下のところでは、利上げと景気拡大とが相まって株も強い。これを業績相場と呼んでいると。で、景気のピークよりも先に金利が中立水準を超えてくると株は落ちてしまうという、こういう軌道をたどるのが一般的なパターンなんですね。で、あえて金融相場と業績相場、それぞれの力というものをここに加えてみますと、まず金融相場の上、ピンクの線、これを金融相場としますと、業績相場はこの緑の線ですね。景気回復期からじわじわ効いてきている。で、金融相場で一旦調整は入ったんだけれども、その後業績が押し上げていく力になるという、こういう流れになります。で、これに対してコロナ禍相場なんですけれども、だいぶ様相が違います。この右の図は左とベースは同じですけれども、今ここに線を入れてきますと、まずこのグレーの線、普通だったらサイクル的に株価はこういう軌道ですよというものに対して、コロナ禍相場というのは、この黒い点線のように、比較的いい状態からいきなり鶴瓶落としになって、そこから超度級の金融緩和によって急反発した。で、グロース主導で一旦調整。そしてワクチンだなんだって言って、また大相場で一旦調整。そしてやっぱり経済はでもそれでも改善してるんだからと上がってきて、今回調整という、こういう流れで来てるんですね。で、この間、ベースでは金融緩和は続いているので、金融相場という力はまだ維持されています。ただこの後テーパリングだ、利上げだっていうふうになってくるので、まあ、これもだれてくるんであろう、まあ、こういうところにあるんですね。問題はですね、これがだれた後に業績相場が来るかというよりも、すでに業績相場、今緑の線入れますが、早い段階から業績相場の方も空前のレベルで来ているということなんですね。コロナ禍で苦境に陥っている企業がある一方で、コロナ禍でこそ業績を伸ばす、あるいはコロナ禍でコストカットもしたことでものすごく業績を伸ばしている。さらにはコロナ禍で経済社会の構造転換が進むから、それに適応しながらすごい成長を遂げている、まあ、そういうふうな企業群が出てくることによって、この金融相場と業績相場が超度級でオーバーラップしているというのが今回の相場展開なんだというのが私の認識なんです。ですから、まあ、昨今のこの状況、金融相場としては終わりかかっている。で、超度級の金融相場だけに、それはそれでやっぱりそれ相応の下落があるんじゃないかという面と、だけれども今回企業は構造改革も含めて、そしてテックの技術革新もあって、要はものすごい勢いで伸びているところもあるので、これどっちが取るんだろうかっていう、まあ、そういうところにあるんだということなんですね。で、まあ、こういうふうなことに至っている背景というのは、そもそも経済軌道が通常のサイクルではないからだということをかねがね申し上げております。要は普通の景気、このブルーの線、これに対して、コロナ禍の経済軌道はこの赤い点線のようなものだと。まあ、ここも突然ロックダウン等で鶴瓶落としになって、で、封鎖されていた経済が再開されることで、ある程度戻るんだけれども、コロナ前の水準には戻れないという、この需要不足。これで景気が2番底にも行って、でもワクチンができました。アメリカではバイデン政権の財政政策も発動されましたということで、ものすごい勢いの回復軌道に入ろうとしている。まあ、初期的な回復感からすると、その後、市築はちょっとこうだれてきて、でも基本は改善方向に向かってるんだというのが私の認識で、2021年、年内にもアメリカ経済はインフレギャップの領域に入るということを申し上げてきた次第です。ですからこの図に現在地を入れますと、ここですね、星印。回復途上のこれからも経済はしっかりいくであろうという、こういう道筋にいるんだという捉え方をしているわけです。まあ、実際に GDP を見てみますと、この図はアメリカ、ユーロ圏、日本の GDP の推移を取っています。まあ、こういう巡航軌道で伸びていくというものが、見ての通りコロナ禍で劇的に落ちた。で、そこから今急激に回復していると。ユーロ圏や日本に比べると、アメリカの回復ぶりが非常によく進んでいるというのが分かります。まあ、それだけ大胆な金融緩和、財政政策というものが功を奏している面もあります。すでにこのコロナ禍前の水準を超えているということも言われるんですけれども、現実には今、点線を入れますが、このピンクの線、こういう巡航軌道の成長がありますので、要はそれをまだ下回っているという意味では需要不足、デフレギャップがあるという状況です。これが2021年、年内にもこのピンクの線も超えて、インフレギャップの領域に入るであろうというふうにアメリカは見込まれている。ということで、インフレになるんじゃないか、金利がどんどん上がるんじゃないか、まあ、こういうふうな危惧が非常に強いというわけなんですね。そこでこの米国株式の第4波というものを位置づけてみたいと思います。この図はアメリカの主要株式指数で SP500 緑、青ナスダック、黄色ラッセル2000、そして赤ニューヨークダウということで描いてあります。その中でグレーで囲みを入れてますけれども、第1波が2020年の春先から8月までですね。ここでは青いナスダック、グロース主導で一気に相場が上がっていって、で、これが自立調整に入ったのが9月、10月と。で、この時に一旦落ちて、10月の上旬上がっていって、もうほとんど失地回復したかなというところまで来たんですけれども、もう一回振り落とされて、実際に相場が上がり始めるまでには、アメリカの大統領選挙を待たなければならなかったという展開になっているんですね。で、実は今回の調整も、こういうパターンもあり得るのかなということもちょっと危惧はしています。相場の中でこういうリズムもよくあることなので、単純に急反発したものがそのまま突き進んでいくというばっかりではないという認識です。そして第2波というのは、大統領選挙が終わった、結果が出たって言って反発して、その後ワクチンが結構効果があるんだというニュースが相次いで、そしてそれが普及していくプロセスでの相場。で、この後半のところでは、アメリカで議会も大統領も民主党になって、積極的な財政政策が打たれるということを生やして上がっていったんですが、ただ実際にその財政政策が決まってみると、そこまでの政策をやれば景気は一気に加速して年内にデフレギャップを解消して結果としてインフレとか金利上昇が起こるんじゃないか、そのことで長期金利がボンと跳ね上がったところでグロース株が大調整に入るというこういう展開になったんですね。その割にこの景気バリュー株系は底堅いという展開で推移して、これが相場を支えていくんですけれども、グロースがその後もたもたする時間というのが長くなっています。で、この調整を経て4月以降ですけれども、今までのようにすっきり全部上がるというわけにはいかないけれども、私は当時トリクルアップという言い方をしました。下から支えて上に潤いが増していく、つまり景気バリュー株が堅調を保つことによってやがてグロースが見直されていくというプロセス、これを見てたんですけれども、その形がなって、そして1年の8月あたりまでずっとしっかりだった、9月になってだれ始めて、そして10月の頭にかけてこれが土俵を割れるかもしれないというギリギリのところまで行ったんですね。で、これまでの経緯からすると、大体2ヶ月ぐらいは調整しているということで、私も全治2ヶ月ぐらいはまず見とくべきではないかということを申し上げたわけです。その後の反発で、一旦埋め合わせが効いてますけれども、ひょっとしたらこの後もう一回これが落ちて、そしてここから本格的に上がっていくということに対しては、やっぱり2ヶ月の調整が必要だったということになるかもしれません。それは現実には分かりませんけれども、少なくともこの反発ぶりを見ると、相場は第4波に入るんではないかという形状にはなっている。もう一山の相場を期待していいんではないかというふうに見ている次第です。その中で、冒頭から申し上げている、これがエクステンションなのかどうかということなんですね。で、やはりこの超金融相場と超業績相場がオーバーラップしているということは、強いトレンドの相場なんだっていう捉え方もできます。でも一方で相場が煮詰まってくるリスクというものもさすがに4波にもなると意識しなければいけないという両睨みなんです。で、このリスクに対して、いろんな不確実性が今ぶつかってきてるんですね。で、金融緩和の解除は前倒しされるだろうということがコンセンサスになりつつあります。その中で、インフレが過渡的ではなくてもっと長期化するんじゃないか、もっと高くなるんじゃないか、それ次第でこの金融緩和の解除前倒しを受けた時の金利の反応というのが違ってきます。いち早く金利が上がって高く上がりすぎれば株にとってはマイナス要因になるということなんです。そしてまたここの中でこのインフレであるとか景気の動向について不透明感を強めているもう一つの要因が経済正常化へのミスマッチですね。サプライチェーンが滞っている、物流が滞っている、そのことでいろんなものが巡らないから需要が強いのに供給が追いつかないということで物価が上がりやすいということもあります。それから労働市場のミスマッチで失業者は多くって、でもそれ以上に求人の方が多い。で、新しい経済社会に変わっていく中で旧来型の労働者が新しいことにうまく適応してないんじゃないか、そのミスマッチもあって人が取れないという意味で賃金が上がるんじゃないか、こんなことも言われています。ですからそういう賃金高、そしてエネルギー高、こういうことも含めてインフレの話につながっていきやすいということです。さらに付け加えますと、アメリカの政権の支持率今どんどん下がってますけれども、中間選挙に向けてこのままいろいろインフレが高まる、それから政策がうまく継続できない、導入できないということになると、バイデン政権、レームダック化するんじゃないかみたいなことも徐々に危惧されるかもしれません。あるいはまたコロナの問題に立ち返ると、今イギリスで起こっているようにワクチンも進んだ、それからもう感染した人も多いということで、集団免疫によって、自然とコロナ感染を抑えられていくんじゃないかという期待が裏切られつつある。こういうことが世界的にもし広がったら、こんなこともリスクとしては頭に入れておく必要があります。そういうことで、当面ですけれども、この数ヶ月にわたる第4波が起こった場合でも、こういう不確実性、不透明感に直面する、そして、相場、経済、時間が経過する中で、インフレであるとか金利であるとかっていうのが悪い方に作用してくるっていうことは、当然シナリオとして小さくない。それなりに注意を払わなければいけないという、こういうステージに入っているということなんですね。で、ベストのシナリオとして、いろいろ起こっている問題は、足元のミスマッチによって、強固になっていると、誇張的に現れているという捉え方をしますと、2020年後半にはいくらかでもこれらが減退してるんじゃないか、こういう捉え方もできます。ただここは誰もわからないんですね。現時点では評価のしようがない。ですから、そこを第4波が進んでいくといって、これまでの経緯からすると、半年ほど相場は続く。その半年の中でずっとこの不確実性がくすぶっている。ほんの2、3週間前までマーケットは相場が転がり落ちるんじゃないか、転落するんじゃないかという恐怖におののいていました。そしてその後、相場が反発したら、今度は一気に楽観に傾いています。こういう心理的な触れというものは、今後も繰り返される可能性が高くて、相場が逆境に回ると、一気にまた悪いサイドの解釈というものが主流になってきます。そういう時間差で情報を織り込むというマーケットの常からすると、6ヶ月間、あるいはそれ以上の期間にわたって無傷で相場が進めるのかというと、材料的には、これらの要因を見る限りにおいては、それはなかろうというふうに思っているわけです。ですから、エクステンションとしての注意は必要だと。ただ一方で、先ほど業績相場がものすごいのも重なってるんだということと、そこに経済の構造転換、これも大転換ですね。これが来ている。それから技術革新も重なっている。その意味での大きなトレンドもあるんだという、この両面を見ていく必要があるのが、この第4波、エクステンションの私のイメージです。ですから、とりあえずここで相場には入るけれども、第4波があるということは、この大きな相場のいいタイミングで入ってきた中長期投資ポジションなんかは、まだ様子を見てていいということになります。この後、エクステンションが終わる。これ相当深い落ち込みになるんじゃないか、そのことが危惧されなければ温存したままでもいいと、落ち込み方次第で、一部は利益確定して、下がった後の再参入に当てようと、こういう捉え方もできますけれども、とりあえずは温存して、また様子見ができると。だけれども、この辺の相場の近いところで再参入している分、これについてはやはり第4波エクステンション落ちたり、あるいはその手前で小さな上下動があっても、これだけ早い相場の後ですから、組益が吹き飛んでしまうというようなことも起こるかもしれない。こういう場面ですので、ある程度機動性を持ったポジショニングということが推奨されます。代表的な指数、あるいはその利益をもっと取りたいというのであれば、レバレッジ型、こういったもので見ていくというのもそうです。あるいはグロースなのか、バリューなのかというのは、おそらくまだまだシーソー的な一方があれば一方が下がるみたいなことを繰り返す可能性もあります。だけれども、株式全体がまだ第4波なんだと、上昇なんだといった場合には、そういうものをすべてひっくるめた株式全体の指数、そういった ETF もいくつかありますので、そういったもので臨むというのも一案です。あるいは大型で比較的クオリティの高い安定成長が見込めるというものもそうということになります。それからもう一つ、この経済構造が大転換して技術革新が進んでいる。こういう中で相場を捉えていくときに、相場、このエクステンションならエクステンションの中で、また一つのテーマというものは出てきます。そしてそのテーマが大きな、このコロナ禍での金融相場全体を超えた後の業績相場まで含めた大きな山のテーマにもなっている。そんなものを模索していく段階でもあるわけです。コロナ禍第1波はコロナ禍でも強いグロース系というものが先行されました。第2波においては、いや、普通の景気循環株でも上がってくるんだという見直しが入りました。第3波はその景気バリュー、循環株が支えながらグロースもう一回見直しというのが入ってきた。第4波にもなると、これ何が優先していくんだろう。分かりにくいところはありますけれども、金利が上がっても強い、それからエネルギー高でも強いっていうものも、当然のことながらこの次の環境の中では大きなテーマになってきます。で、例えばそのエネルギー高で、すでに高まっている天然ガスとか石炭とか、あるいは石油、こういったものに飛び乗るのかどうかということで、躊躇する人も多いと思いますけれども、ここから派生して、やっぱり新しい時代のエネルギー、クリーンエネルギーであったり、あるいはそこから先 EV なのか、あるいは EV が出るんだったらリチウムイオンバッテリーなのか、といったことに話がつながっていくかもしれません。半導体もまだまだ需要不足だというけれども、テーマとしては結構煮詰まってきている。でもこういった先で DX が進むとか、次のステージ、何が問題になってくるんだろうというと、それがサイバーセキュリティであったり、いろんな別のところで派生的に伸びてくるものがあるかもしれない。これは答えとして申し上げているわけではなくて、こういう想像力を働かしたときに、経済サイクルの進展とともに、そこの次のテーマというものもまた浮かび上がってくるわけですね。ですから、そのテーマシフトを物色するという意味でも、このエクステンション、もし順当に起これば、模索していくのにはいい時期なんであろうというふうに思う次第です。以上、コロナ禍相場がエクステンション第4波に入った場合ということで、私の相場イメージについてお話をしました。第1波、第2波、第3波と進むに従って相場のシンプルさというものはなくなってきて、めんどくさい、よくわからないというふうに思われた方も多いと思います。ただ一方で、相場というものはそれほどシンプルに進むという場面は少ないですし、今回のようにエクステンションにもなった場合、まだ相場が進めるという短期投資の思考と、それから構造転換に伴う大きな流れにどう乗るかということ、これを時間分散で捉えるのか、あるいはテーマで絞って捉えるのか、いろんなことも考えられるわけです。私自身は相場が複雑になればなるほどパズルを解く楽しみというふうに考えているんですけれども、いかがでしょうか。また皆さんと一緒に取り組んでいければと思っている次第です。なお、この動画を YouTube でご覧になっている皆さんへ、田中大輔のマネーは語るは楽天証券の投資情報メディア、投資るにて展開をしております。私の過去の動画、レポートも掲載されておりますし、他の方々の分析も多数そこには掲載されていますので、ぜひご覧になってください。そしてこの動画、気に入ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。